続に、初代、柳谷燕3月14日から1912年6月29日は、落語家。本名、西村の千岡屋清松。記事は、諸説あって、一つは、紀州和歌山市小野町の材木賞。一説は、大阪南波新地上げ屋。西村、また大阪市も西成郡の出生。さらにもう一説は、深川木場の材木屋のせがれ。または、 大阪で生まれ深川木場育ちとも。17歳から道楽が講じていろいろな音楽に手を出し23歳頃の1879年頃、初代断修郎メ枝の門で楽枝、その後性格が無口でむずむずする行動から、動物の無ナに似ていたことから初代、春風亭粒子の門でツバメ枝に春風亭無ナと名付けられる。1882年。 1883年頃、柳屋メとなる。メになってからは、仙台武士を歌い下流会、市中で大流行した。1894年6月に、春野屋龍マスと改名。1896年2月メにまたなし、新内昇進。1902年1月には、音玉師の由緒ある名前五代目とと一望戦家を襲名。襲名してからは、 病気がちになり、講座を務められないことが多かったが演技を担いで1910年2月3度、柳谷つばめを名乗った。第一次落語研究会が発足した再選かも声がかかったが、何、落語を研究する会員俺の落語は研究済みだよ。今更研究でもあるまいとコメントし参加しなかった。本人は三代目竜亭つばめじ、三代目。 春風亭流長らととも、昔話選択会を作り1906年1月7日から、下屋広工事鈴本邸で、第一回を開き更新の指導に努めた。昔話選択会は、ツバメシ五杯会舎が、門下の八代目入選邸扇橋が、震災後復活させている。前行事合理詰殺人事件があった。小手は、 実の妹を甲が夫に殺害され氷詰めになった、センセーショナルな事件が起き戦果は痛く、気に病み、そのためか病性が悪化し肺炎になり、静養中に腹膜炎を併発し、束の間に土となりけり春の雪の時生の句を、残しこの世を去った。弟子には、入選埋蔵、八代目入選帝扇,扇柱がいる。ありがとうございます。